ディー・トレビノはアメリカ合衆国のプロゴルファー。メキシコ系アメリカ人の象徴的存在であり、しばしばスーパーメックス、メリー・メックスと呼ばれている。トレビノはテキサス州ダラスでメキシコ人の血を引く家庭に生まれた。彼は母親のフワニータ・トレビノと墓掘り人であった祖父のジョー・トレビノに育てられた。幼い頃に家を去った父、ジョセフ・トレビノの記憶は 全くなかった。幼児期の生活は学校にはほとんど通わず、家族のために働いて金を稼ぐことから成り立っていた。5歳の時から面農場で働き始めている。叔父が一本の古いゴルフクラブといくつかのボールを与えてくれたことがゴルフを始めるきっかけとなった。その後近くのカントリークラブに忍び込んではプレーすることに自由時間を費や、ようになり、 ダラスアスレチッククラブのキャディをはじめ、すぐに1000人でキャディとして務めるようになった。トレビノは働くために14歳で学校を辞めた。彼はキャディと靴磨きの仕事で週30ドルを稼いだ。キャディ小屋の裏側に3つのショートホールがあり、ここでゴルフの練習ができたので、毎日仕事の後に少なくとも300球のボールを打っていた。 しばしば強い風が吹き、また芝の植生が薄いか、あるいは全くないような拉致から打っていたことが、独特なコンパクトスイングを形作ったと言われる。様々なショットのレパートリーを持つが、極めつけは、コントロールの効いた、フェードボールであり、今日においても、最良のショットメーカーであったと認識されている。十七歳の時に、アメリカ海兵隊に入隊し4年間務め、 1960年12月に第3海兵士団を除隊。彼の軍隊生活は海兵大使館とのゴルフに費やされた。トレビノはゴルフのパートナーを務めることが上等兵への昇進の助けになったと主張している。アジア地域での全軍ゴルフ競技でも好成績を残した。この時のライバルの一人だったオビル・ムーディもトレビノの後を 追うように1960年代後半に PGA ツアー入りしている。退役の後、トレビノはテキサス州エルパソのクラブ専属プロになった。彼は1対1の掛けゴルフで臨時収入を得ていた。1967年から PGA ツアーに参戦。2回目の全米オープン出場で優勝したジャック・ニクラスに8ストローク及ばない。 トータル283で回り、5位でフィニッシュして6000ドルを稼いだ。ルーキーイヤーに26,472ドルを獲得し、PGA ツアー年間賞金ランキング45位に食い込み、ゴルフダイジェストにより、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに選出された。ツアー参戦2年目の、翌1968年、ニューヨーク州ロチェスターのオークヒル・カントリー・クラブで、 開催された全米オープンで勝利を収めた。トレビノは PGA ツアーで6度のメジャー大会優勝を含む通算29勝を挙げた。最も好調だったのは1970年代でジャック・ニクラスの最大のライバルであった。1970年に賞金王となり、1971年と1972年の2年間で10勝を挙げた。 この中にはニクラスを18ホールプレイオフの末に下した1971年の全米オープン優勝が含まれている。この2週間後にカナディアンオープンで優勝し、さらに翌週には全英オープンでも優勝している。1971年トッププロスポーツマンとして被告ベルトを授与された。またスポーツイラストレーテッド誌のスポーツマン・オブ・ザ・ヤー、ABC。 ワイドワールドオブスポーツのスポーツアスリートオブザイヤーの称号も獲得した。1975年のウェスタンオープンが天候不良で中断されていた時、グリーン脇でキャディバッグに寄りかかってくつろいでいた。彼は落雷を受けて脊柱を損傷した。トレビノは怪我を負った背骨の椎間板の手術を受けたが、背中のトラブルは彼のプレーを妨げ続けた。 それにもかかわらず、1980年のマーク・マコーマックのワールドゴルフランキングでは、トム・アトソンに次いで2位にランクされ、1984年の全米プロゴルフ選手権で44歳にして、メジャー6勝目を飾った。トレビノは20以上の国際大会や、非公式のプロトーナメントで優勝した。彼は、シニア PGA ツアーの初期の成功に尽力した。 カリスマ的なスタープレイヤーの一人でメジャー大会4勝を含む29勝を挙げた。1990年と1992年にはシニアの賞金王になった。1983年から1989年まで NBC テレビの PGA ツアー中継番組で解説者を務めた。1989年、トレビノが49歳でのマスターズでは 初日予後アンダーの67で回り、単一ラウンド終了時点での最年長トーナメントリーダーとなった。20年前、1969年のマスターズ終了後、マスターズのことは言わないでくれ。もう二度とあそこではプレーしない。招待するのは勝手だが俺は行かないよ。あのコースは俺には向いていないのだと話した。トレビノにとって、 オーガスタナショナルというクラブの雰囲気は居心地が悪く、また、ショットが左から右に曲がるフェード系を持ち玉とするトレービノーにはコースレイアウト自体が不向きなのだと談話した。1970年、1971年、そして再び1974年には招待されたが、辞退した。直前の2回を辞退した1972年、 オーガスタナショナルのクラブハウスのロッカールーム施設を使うより自分の車のトランクにシューズや道具類を入れた方がマシと考え駐車場でシューズを履き替えたもし彼が招待選手でなかったらロッカーからコースに出るのに厨房を通っていかなければならないという決まりがあることに我慢がならなかった後年になりマスターズをボイコットしたことに関してあれは 生涯最大のミスだった、オーガスタナショナルは、世界で8番がめに素晴らしい場所だ、というまでになった。初日を67で回った1989年の、マスターズでは、最終的には18位体となった。マスターズでの最高順位は10位体が2回となっている。彼自身の解説によれば、彼のスタイルはアウトトゥインのスイングから繰り出される。 フェードボールが特徴であり、これは慢性のフック病を克服するために考案された。これにより多くの感動的なショットと紙人への勝利を生み出してきた。キャリア全般を通して彼は近づきやすくまたユーモラスで、報道陣からは頻繁に取材を受けた。晩年、1967年のツアーにも出場していたが、その時は冗談を言っても誰も笑わなかったのに。 翌年に全米オープンで優勝した時に同じジョークを言ったらみんながバカ笑いしたんだと語っている。1971年の全米オープンはジャック・ニクラスとのプレイオフになったがそのプレイオフのティーオフ前にゴムでできた蛇のおもちゃをニクラスに投げつけた。これは彼の娘がジョークでバッグの中に入れておいたもので 後日ニクラスが明らかにしたところでは、その蛇を見つけたニクラスが、よく見たいから放ってくれとトレビノに頼んだのだという。トレビノはゴムの蛇をつかみ、わざとらしい動作でニクラスに向かってトスした。付近にいた女性が悲鳴を上げ、ニクラスは大笑いした。プレイオフはトレビノが3ストローク差の68でニクラスに勝利した。あるトーナメントで、 トニー・ジャクリンと一緒に回ることになったが、ジャクリンが、リー、今日は話をしたくないと告げた。トレビノは、俺もあんたに話してほしくない。聞いていてくれればいいのさと返した。1975年のウェスタンオープンで、落雷事故にあった後、この先コース上で嵐にあったらどうしますか、と質問されこう答えた、一番アイアンを取り出して天に、向けて、かざすのさ。 神様でも一番アイアンを打つのは難しいだろうからね。だが、後年、デイビッド・ファンハッティとのインタビューでこうも語っている。事故の一週間前に雷で試合が中断して、回復待ちをしていた時、周囲の観客を喜ばそうとして、神様なら打てる、と言いながら一番アイアンを天に向けて振り上げたんだ。聞いていたみんなは喜んだ。そうしたら、 翌週本当に神様は実行した。だからあの事故は、自業自得なんだ。またこうも語っている。私は雷に撃たれるという経験をし、四年間海兵隊にも、いた。世界中を旅して、君が想像できうるあらゆる場所に行った。もう、奥さん以外怖いものは何一つないよ。トレビノは1996年のコメディ映画、俺は飛ばし屋。 プロゴルファーギルに亀を出演している。ジャック・ニクラスを18ホールのプレイオフの末に下した。スコアはトレビノが68、ニクラスが71であった。太とは、メジャー大会 DNP イコール出場せず、カットイコール予選落ち、T イコール複数の選手と順位を分け合ったグリーン値は優勝、黄色値はトップ10入りを表している。ありがとうございます。